史上最高の VR ヘッドセットが登場したかもしれません。今回紹介する Pico 4 は本体がかなり薄く、パンケーキレンズが搭載されており、カラーの複合現実が体験できるという、発売前からかなり話題となっていた機種です。自分も早く手元で使ってみたいと、実機が届くまでかなりワクワクしていました。そこから11時間の実機レビュー生配信を行ったり、その後細かい検証も行いました。 PCVR はどういった形でできるのか、パンケーキレンズで映像がどれほどクリアに見えるのか、そして DMM は見れるのか、今回の動画でこのあたりの疑問は全て解決するでしょう。これまでいろいろと VR の機種をいじってきましたが、総合的に見て Pico 4は史上最高の VR ヘッドセットであると言ってもいいのではないかと自分的には思っています。ぜひ今回の動画参考にしていただければと思います。皆さんこんにちは、 Mr.VR です。それでは Pico 4について解説していくんですが、これまでも2本 Pico 4についての動画アップしています。そちらでスペックの大まかな解説や第一印象のことはお話ししていますので、あらかじめそちらも見ておくとより理解がしやすいかと思います。 Pico 4は本体がこのようにかなり薄いです。これまで発売されてきた VR ヘッドセットの中でもトップクラスに薄いですね。なぜここまで本体を薄くできるのかというと、一番の理由はレンズがパンケーキレンズになっていることかと思います。パンケーキレンズはこれまでの動画でも何度か登場しておなじみだと思うんですけど、カメラのレンズと同じような完全に透明なレンズのことです。多くのヘッドセットにはフレネルレンズという同心円状に溝が入っているレンズが使われていますが、この場合ヘッドセットの内部にあるディスプレイとレンズの距離をある程度確保する必要があるようです。一方でパンケーキレンズであればディスプレイとレンズの距離はある程度近くてもいいようで、そのおかげで本体の小型化につながっています。そしてパンケーキレンズによってレンズに光が反射して映像が見えにくくなるといったことが軽減されたり、スイートスポットが広くなったりという映像の見え方にも影響が出てきます。まずレンズの反射がないといった部分ですが、フレネルレンズの場合は同心円状に溝が入っていることもあって、ディスプレイの光が反射して光線が出て映像がにじんでしまうなどの問題があります。これがパンケーキレンズであれば光の反射がほぼないので、見えている視野全体がクリアに見えます。ここはフレネルレンズが使われているヘッドセットと比較するとよくわかりました。わかりやすくコントラストが激しい映像でテストを行ってみました。この映像を見るとフレネルレンズの場合は白い文字の光がレンズに反射して黒い部分にも光が漏れているような感じになっています。これによって文字がにじんで見えたり光がかっているように見えて、あまりクリアに見えないというのがあります。Pico 4のパンケーキレンズの場合はこのように白い文字がレンズの端の方に移動したとしても文字がにじむことがなく、ずっと鮮明な状態に見えているのがわかると思います。それでもほんの少しの反射はあって完璧とは言えないんですが、フレネルレンズより反射がなくクリアに見えるということはこの私が保証しますと言い切りたいぐらいのレベルですね。それもあってかコントラストがはっきりしていて、黒の発色も同じ液晶ディスプレイなのにもかかわらずフレネルレンズに比べてよく見えます。もちろんゲームのプレイ映像やメニュー画面などでも比較しましたが、明らかにクリアに見えます。パンケーキレンズ特有の問題点として挙げられるのが、レンズの周辺に色周差が出てくるのではないかということです。この点は Pico 4でしっかり確認しましたが、個人的には全く感じることはありませんでした。やはりパンケーキレンズという点は実際に使ってみても Pico 4のかなり大きなメリットであると思いました。さらに Pico 4ではレンズのサイズが見てわかる通りかなり大きいです。これによって広い視野角を確保しているのではないかと思います。視野角は105度となっています。実際に使ってみても体感的にも視野は広いなとわかります。実際のゲームにおいてどれぐらい差が出てくるのか検証してみました。他のヘッドセットで視野角95度ぐらいのものと比較しました。こちらはアフターザフォールの映像なんですが、全く同じ場所に立ってどのぐらいの範囲が見えるのか見てみました。すると95度の場合は左がここの範囲から右がここの範囲まで見えていましたが、105度の場合はここからここの範囲まで見えました。自分の立っている位置からこの範囲が10度ぐらいなのかもしれません。体感的にも少し広いかなというのは感じるんですが、実際にこうやって見える範囲を比較した時にこんなにも違いがあったというのはびっくりしましたね。さらに正確に測定するために視野角を数値で測ることができるソフトで確認をしてみました。すると実測値でも水平視野角は
ほぼ105度という結果になりました。ちなみに上下の視野角である垂直視野角も105度でした。スタンドアロンの機種で105度までの視野角を確保しているのはメジャーな機種ではピコ4が一番ですね。パンケーキレンズでゴッドレイがなくクリアな見え方であるということと、105度という広い視野角を確保していること、この2つの要素だけでもピコ4はかなりポイントが高いです。その他にレンズの部分は電動式の IPD 調整機能がついています。 IPD は瞳孔間距離のことなんですが、 58mm から 72mm の範囲で調整可能です。スペック表では最小の数値が 62mm となっているんですが、実際のところ 58mm まで調整可能でした。ヘッドセットをかぶった状態で設定の画面から IPD を設定すると 0.5 mm の範囲で調整できて、ここを調整すると自動でレンズが動いていきます。これで映像を見た状態で調整ができるので、かなり正確に調整することができるかと思います。この動く感じが新しくて面白いので、無駄に IPD 調整をしたくなってしまうぐらいですね。レンズで手を直接広げると無段階にも調整することが可能です。本体の側面にはタイプ C の差し込み口が一つあります。こちらは充電を行ったり PC 接続するためのケーブルを挿したりできます。 PC 接続はパソコン側とピコ4の両方がタイプ C になっているケーブルでもいいですし、パソコン側がタイプ A のケーブルでも接続することができました。一応 PC 接続中は電源の供給がされているようではあるんですが、ピコ4の充電の減りに追いつかないので、長時間使用するには工夫が必要かもしれません。例えばタイプ C から二股に分かれているようなケーブルを使えば、もしかすると PC 接続しながら電源の供給ができるかもしれません。ただしこの辺はまだ検証できていないので、可能かどうかは分かりません。本体の前面にはファンの通気口が搭載されています。少しファンの音はするんですが、これのおかげか長時間使っても本体がかなり熱くなるといったことはありませんでした。また前面の中央の部分には RGB カメラが一つ搭載されています。ここでカラーパススルーを実現しています。 MR についてはまた後半の方でお話しします。ボリュームボタンは少し分かりにくいんですが、本体の右上についています。ヘッドストラップの部分にスピーカーが搭載されています。一方でイヤホンジャックは搭載されていません。イヤホンを使う場合は Bluetooth で接続を行うか、有線がいいという場合は Type C のイヤホンを使うか、Type-C からイヤホンジャックに変換するケーブルなどを使うと接続することができます。自分はあらかじめスマホについていた変換ケーブルでも使うことができました。ヘッドストラップはあらかじめサイズ調整可能なものが取り付けられています。そして後頭部にはバッテリーが搭載されています。それもあってかヘッドストラップは構造上取り外すことができないようになっています。耐久性についてはストラップの柄の部分は柔らかいプラスチックのような素材になっていて、内側にゴムで補強されているので、なかなか割れたりということはなさそうな感じではあります。仮にヘッドストラップが割れてしまった場合は、これ交換がかなり大変そうですね。後頭部のクッションは合皮のような素材が使われています。高級感がありつつホールド感も高いです。鼻の部分にはもともと何もついておらず、着用した時に隙間が空くようになっています。これで着用した時でも手元が見えやすくなるんですが、その分光が入ってくるので没入感が低減してしまいます。付属品で鼻パッドがあらかじめついているので、それをフェイスクッションで挟む形で取り付けるといい感じに光が入ってこなくなりました。フェイスクッションにはスーパースキンという素材が使われていて、かなり肌触りがいいです。肌に密着させて左右にずらしても引っ張られる感じがないので、ヘッドセットがずれていくような激しいゲームをプレイするときや付け外しするときでも快適です。汗をかいたとしてもサラサラキープで不快感なく楽しめそうです。またフェイスクッションは柔らかくて外側に広がりやすいので、着用時の圧迫感も感じにくいです。そしてメガネをかけた状態でもメガネのテンプルが当たりにくいようにくぼみがついています。さらに付属品としてメガネスペーサーもついています。これは磁石でくっつくようになっていて、フェイスクッションと本体の間に挟む形で使います。メガネスペーサーの厚さは 3mm 程度しかないんですが、これをつけることでその分前方に重心がいくので、ほんの気持ち程度ですけど重くなったように感じてしまいます。できればなしで使用したいところですね。今後メガネブランドのジーンズのオンラインショップでピコ4専用のドツキレンズが購入可能になるようです。一応メガネをつけた状態で着用してみましたが、自分はスペーサーなしでもいいかなと思いました。実際の着用感ですが、これかなりいいです。その理由として
本体前面の薄型とバッテリーが後頭部にあることによる前後のバランスの良さ、ヘッドストラップとフェイスクッションの質の高さ、そういった複数のメリットが合わさってこの快適性が実現していると思います。ヘッドストラップを合わせた全体の重量は 578g と他のヘッドセットと比べてそこまで軽いというわけではありませんが、本体前面が薄いことで前の方に重心がかなり行きにくいですね。例えばピコネオ3リンクでは着用してから前面に幅が出てくるので前に持っていかれている感じがありました。プレイ中に頭を振ったり横に向いたりする時などはさらにその重量感を感じることになります。ピコ4ではその重量感がほとんどありません。着用している様子からもそれが見て取れるのではないでしょうか。さらにはヘッドストラップの頭頂部のベルトを取った状態でも着用できるという、これまさに MR デバイス的に着用することができます。しかもその状態でも快適ですし、仮にベルトがある状態の着用感の良さが10とするとベルトなしだと、だいたい9から 9.5 ぐらいの良さはあると思いました。快適なのもそうなんですが、髪型が崩れにくくなるというのはいいですね。ベルトがついている状態に比べてある程度ヘッドストラップを締め付けないと下にずれてくるので、緩く着用したいなどの場合は頭頂部のベルトはつけたままがいいと思います。これ場合によって使い分かれますね。こういった複数の理由からこれまでのヘッドセットでは被るという感覚だったのが、なんとなくこう当てがう的な感覚で使用することができます。寝転んだ状態で映画を見たり VR 睡眠に使ったり VR 動画を見たりできるかという点なんですが、先ほど言ったようにヘッドストラップは交換することができません。後頭部はバッテリーが搭載されていることもあって分厚くなっています。なのでその点快適に使用できるかというと少し難しいかもしれません。解決策としては柔らかいクッションを枕にするか、少しストラップを上げた状態で使用するといいかもしれません。コントローラーを見ていくと持ってすぐ分かったのが、かなり手に馴染む感じで自然な触り心地なのがいいですね。下の半分の部分がエンボス加工のようになっていて手に馴染む感じがあります。さらにそれによって滑り止めの効果もあるので激しいゲームでもプレイしやすいと思います。輪っかの部分が少し大きい印象はあるんですが、しっかりと位置が考慮されていて左右のコントローラーを近づけてもこの輪っかが当たらないようになっています。電池は2つ使用します。この電池ケースが楽に開け閉めできるのがポイント高いですね。また設定から振動の強さも変えることができます。これたまたまなのか計算されているのかわからないんですが、コントローラーを置くときにこのように束ねた形で置けるというのはコンパクトになっていいですね。コントローラー関係で重要なことはタッチセンサーが搭載されているのかという点です。タッチセンサーというのはコントローラーのボタンやトリガーを押し込まなくても指をボタンに置いただけで何かの操作ができるという機能です。この機能はほとんどの VR ゲームでは必須ではないはずで、自分も気にしたことはなかったんですが、特に VR チャットでは自分のアバターの表情を豊かに変えるためにタッチセンサーがよく使われるようです。ピコ4の発表当初、Twitter や YouTube のコメントでもタッチセンサーはあるのかないのかでかなり話題となっていました。はじめタッチセンサーはないという情報があったんですが、ピコさんから正式にタッチセンサー自体は搭載されていると発表はありました。これによって VR チャットを普段からプレイしている人であってもピコ4を購入するという選択肢に入ってきたのではないかと思います。実際に自分でも VR チャットで試してみたところ、ボタンを押さずに表情を変えることができました。ボタンとジョイスティック、トリガーでタッチセンサーが問題なく機能していました。VR チャットのこの機能については自分は詳しくないので、いろいろ試してみた動画だけ載せておきます。そしてここで価格についてなんですが、初め聞いた時びっくりしたぐらい安いと思いました。 128GB モデルが 49,000円、 256GB が 59,400円となっています。これはね、いろいろと VR 業界を大きく揺るがす各メーカーの値上げがあったことも大きな要因ではあるんですが、ここ最近は円安であらゆる家電製品の値上げラッシュをしている中で、この価格で出してくれるというのは本当にありがたいですよね。海外では429ユーロで1ユーロ140円として計算すると約6万円ぐらいになるはずなんですが、5万円を切って1000円安い4万9000円、これは驚きでしたね。ここまでは本体周りを見ていきましたが、
ハード面はかなり優秀だということが分かりました。それでは今度はアプリなどソフト面を見ていきましょう。まず気になっているアプリの種類についてです。ピコストアでは現在 VR ゲームなどを含め145種類程度の VR アプリがあります。やはりアプリ数は現状少し少ない印象があるんですが、以前8月21日に上げた動画の時にストアのゲーム数を数えたら120種類程度でした。そこから20種類以上増えているので、じわじわとアプリ数を増やしていることがわかります。さらには「おのごろ物語」や「ルインズ・メイガス」などの日本製のアプリもリリース予定で、アプリ数の増加にかなり力を入れていることがわかります。今後独占タイトルも増えていくようですので期待ができそうです。とは言っても現状ピコストアでもそれなりに有名なタイトルはある程度揃えられています。アクターズホール、イレブンテーブルテニス、スーパーホット VR、 コンストラクターズ、レッドマター、オールインワンスポーツなどもあります。何のアプリがあるかリアルタイムで知りたい方は、スマホのピコ VR アシスタントのアプリをダウンロードしてピコのアカウントに登録すればストアで一覧が見れるかと思います。 VR ゲームももちろんなんですが、動画配信サービス系が見れるのかも重要です。ピコストアにはピコ独自の動画配信サービスのアプリ、ピコビデオがあります。その中でスパイダーマンシリーズなどが 3D 映画で見ることができました。しかも30日間は無料で見れるようです。ただし他の配信サービスの DMM や Amazon プライムなどの専用 VR アプリはピコストアにないので、ウェブから見るという手段ぐらいしかありません。一応各サービスのウェブリンクがライブラリーに入っているんですが、 DMM や Amazon プライム、YouTube での VR 動画の視聴を試してみましたが、これ見ることができませんでした。まず DMM においてはプラネタリウムの作品やドラマの VR 動画があるので、これ見れるかどうかはかなり重要なポイントですよね。ここ残念ながらいろいろと試行錯誤してみましたが、 VR 動画においては見ることができませんでした。 DMM の VR 動画には DRM 制限がかかっているので、動画ファイルをダウンロードしたとしても見ることができません。見れるようになるためには今後 DMM の VR プレイヤーがピコストアにリリースされるかどうかが鍵です。ただこれまでのピコの機種、ピコ G2 4K やピコネオ3リンクなどの機種にも対応していないところを見ると、少し希望が薄そうな気がしています。そして Amazon プライムはピコのウェブで再生しようとすると著作権保護のために映像が表示されませんでした。一応 Firefox の APK をダウンロードして導入すれば、そこから Amazon プライムを開いて再生することができるんですが、これ推奨できる方法ではなく、まだ実際試してみて画質はそこまで悪くはなかったんですが、多少の劣化はありそうです。 YouTube においては通常の 2D 画面は大画面で視聴することができます。また VR 動画をいくつか見てみましたが、なぜか 3D に見えるものと見えないものがありました。自分が上げている人力車の動画は 3D に見えたんですが、コスプレイヤーさんの動画で見れないものがいくつかありました。このあたりの情報はピコの過去の機種と同じような事例かと思うので、気になる方はそちらから調べていくといろいろと情報が見つかると思います。まあ、ただしですね、ここの部分はスタンドアロンの状態では見れないということなんですが、PC 接続すれば DMM は DMM VR プレイヤーを使って見れるので、そこの点はご安心ください。ここで PC VR について解説しておきます。 PICO 4 はパソコンと接続をして Steam VR のゲームをプレイすることができます。まず PICO 4 の公式サイトからストリーミングアシスタントというソフトウェアをダウンロードします。起動すると設定画面が出てきますが、ここはかなりシンプルになっているので問題ないかと思います。パソコンと PICO 4 を USB ケーブルで接続します。 USB ケーブルは初めの方に説明したように、 PICO 4 の本体は Type-C、 パソコン側は Type-C か Type-A で接続することができます。 Type-C2 Type-C のケーブルはあらかじめ付属品として付いているんですが、1メートルぐらいしかないので PC VR をプレイしたい場合は別途ケーブルを購入するのがいいと思います。
自分は以前から持っていた5メートルぐらいのケーブルを使いました。接続が完了したらピコ4側でストリーミングアシスタントを開きます。利用可能なデバイスにパソコンが表示されていると思いますので、接続ボタンを押せばそのまま Steam VR が開きます。実際に有線で PC 接続していくつかゲームをプレイしてみました。画質的には悪いと思うこともなく、普通にプレイできるレベルでした。さすがにピコネオ3リンクのディスプレイポート接続と比べると劣っている気がしますが、問題なく楽しめるレベルだと思います。ライブ配信の時には PC VR 接続で遅延が起こるということが発生していましたが、これはライブ配信をしていてビデオレンコーダーの使用率が高くなっていたためだったと思われます。後でゆっくり試してみたところ、有線接続であれば全く遅延は感じないというレベルでした。無線の接続の方法はパソコンのインターネットとピコ4の Wi-Fi を同じネットワーク内に接続して、パソコン側のストリーミングアシスタントで最初の接続モードの選択で Wi-Fi を選択すれば有線接続と同じように接続することができます。接続方法は有線も無線も同じ画面上でできるので、シンプルで何より起動時にエラーが起こったり勝手に終了したりすることもなく安定して起動することができます。ストレスなく PC VR をプレイできるというのは、ここ個人的にかなりポイントが高い部分です。無線と有線で品質を比較してみましたが、画質においてはほぼ違いはないように見えました。一応レンズ内を撮影した画像を載せておくんですが、比べてみても全く違いが分かりませんでした。遅延は有線の方ではなかったんですが、無線では少し遅延があったように思いました。それでもわずかにあるぐらいなので、無線の快適性が得られるなら基本的には無線の方がいいと思いました。もし PC VR にさらに品質を求めるのであれば、 PC VR 専用機かコスパが高くて DB 接続で高品質な PC VR が楽しめるピコネオ3リンクを検討するのがいいかと思います。ピコにはその他いくつか便利なツールが用意されています。ピコのスマホ用のアプリでは VR アプリの購入やスマホにヘッドセットの映像を映すスクリーンキャストなどの機能があります。またヘッドセット内の設定のスクリーンキャストからウェブブラウザへミラーリングすることもできます。そしてパソコン用のソフトでリモートプレイアシスタントというものがあります。こちらは Wi-Fi ネットワーク経由でパソコンからピコ4へワイヤレスで動画ファイルをストリーミングすることができるツールです。 MP4 形式などの VR 動画を再生したい場合に、このアプリを導入することでパソコンに保存した状態のままストリーミング再生することができます。ピコ4本体の容量を気にすることなく動画を管理できるわけですね。 NAS 経由でも見ることはできるんですが、それがよくわからないという方もこのアプリを使えば簡単にストリーミングできます。これはもしかすると必需品になる可能性がありますね。ピコ4本体にそのまま動画ファイルを入れてもピコプレイヤーという動画再生アプリがあるので問題なく再生することができます。そしてピコ4のかなり嬉しい機能であるカラーパススルーについてです。この機能によって MR アプリをプレイした時にかなりリアルな複合現実が体験できるのではないかと期待していました。実際パススルーの性能はかなり良く、カラーで画質も良くて周囲の環境をかなりよく確認することができます。実際にパススルーの映像をレンズ越しに撮影したものを載せておきます。これを見てわかるように、これまでのヘッドセットのパススルーとは圧倒的に高画質であることが分かりました。印刷された文字だけでなく PC モニターの文字も同じように確認できます。いや、これはかなり優秀ですね。例えば PC VR の接続を行うときにヘッドセット内で PC VR の起動ボタンを押したのになかなか起動しないとか、 PC 画面を見てみると Steam VR で何かメッセージが表示されている、そういう時にとてもストレスになりますよね。そこでこのパススルーがあればヘッドセットを外さなくても PC 画面を確認して対処することができます。他にも先ほどのリモートプレイアシスタントにストリーミングする動画ファイルを選んだり、入力デバイスを切り替えたりと、これまでそういったことがストレスで PC VR はあまり使いたくないなということがあったんですが、これは本当にありがたいです。タスクマネージャーの操作もアプリ名がなんとなく把握できていればなんとか操作できるぐらいです。
さすがに長文を読むとかになるとヘッドセット外した方が快適でしょうね。他にも VR ゲームをしている途中に現実世界で何か飲み物を飲みたいとか、トイレに行く時とか、スマホを確認したいとか、そういったことをする時に VR ヘッドセットを外して行っていたと思うんですが、これ面倒なのでできれば外したくはないんですけど、これまでのヘッドセットのパススルーの性能では少し現実世界の物事を行うには不便だったかと思います。しかもヘッドセット自体も大きくて重たいわけです。ピコ4ではカラーで映像が綺麗なので簡単な作業であればそのままつけた状態で物事を完結させることができます。そしてすぐに VR の世界に戻ることができます。パススルーの状態でいろいろと作業した後に VR 映像へ切り替えるとまさに現実世界から仮想空間へ一瞬で切り替わったような感覚を味わいました。ただしパススルー用のカメラは一つしか搭載されていないようで平面の映像で処理されているようです。ここは単純にヘッドセット内に平面の映像が映し出されているというわけではなく、ところどころ歪みがあるので、おそらく立体的に見える処理がされています。これのおかげで多少の奥行き感はあるんですが、カメラから近くのものはやや歪んだり、距離感をつかむのが少し難しいです。例えばこのように机の上にコップを置いた状態でこれを掴もうと思うと、ある程度慎重に掴まないと、もしかすると倒してこぼれてしまうということがあるかもしれません。分かりやすく言うと片目をつぶると奥行きを感じにくいという感じですね。ただ奥行き感は下がっているにしても見えている現実感というのはこれまでの白黒のパススルーと比べて十分に高いです。本当にこれまでのパススルーとは大きく違うと明確に言える部分です。そしてこのカラーパススルーが MR アプリにどう活かされるかも重要になってくることだと思うんですが、結論から言うと現時点では MR アプリは体験することができませんでした。例えば MR モードが搭載されているキュービズムという VR アプリをプレイしてみました。本来であればパススルーの設定が可能なんですが、ピコ4の方ではその設定がありませんでした。その他 MR が体験できるアプリの APK を入れて試してみたんですが、アプリ自体動作しませんでした。特に標準で MR アプリが搭載されているわけではなかったので、ピコ4専用に MR アプリが開発されるのを待つしかないようです。ただピコ4の XR SDK がすでに公開されているようなので、今後ピコ4向けのアプリが出てくるのではないかと思います。またハンドトラッキングにも対応しているので、コントローラーなしでカラーパススルーで MR が体験できることになるでしょうね。周りの環境を見るだけのカラーパススルーであっても品質が高いので、今後もこの辺はかなり楽しみです。今回の実機レビューのポイントをまとめました。まずハードウェアの出来がかなりいいです。本体が薄型で前後のバランスが良く、フェイスクッションの質がいいなどで頭頂部のベルトなしでも着用感がいい。パンケーキレンズ搭載でスイートスポットが広く、光の反射が軽減されているので視野全体がクリアであること、視野角が105度とスタンドアロンの機種の中では広いということ、ソフト面はアプリが少ないが今後に期待できること、 DMM や Amazon プライムなどの動画配信サービスは再生するには手順が必要であること、 PCVR 接続のツールが使いやすく安定していること、パススルーが超優秀であること、とりあえずこんなところでしょうかね。総合的に見てピコ4はかなりいい機種だと思いました。何より価格が5万円切ってますからね。これは個人的に現状で一番おすすめしたい機種かもしれません。実はこれアフレコなんですが、今回動画を作っている中でも数々の新しいことが判明して、その中でも最も重要なことに気づきました。これは確かにおすすめ間違いないと思うような内容です。なるべく動画早く作って近々アップしますので、皆さんお楽しみに。皆さん気になった箇所や買うか買わないかなど、ぜひコメントで教えていただければと思います。ピコ4の購入リンクは概要欄に貼っておきます。今回の動画でもまだ深掘りできていない箇所がありますので、そこは今後の動画で上げていこうと思っています。皆さんお楽しみに。ということで今回の動画参考になればと思います。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。 Twitter では動画にする前にもピコ4の情報を結構ツイートしていました。そういった速報系の情報は Twitter でも出していますので、ぜひ概要欄からフォローの方をお願いします。ということで今回は以上になります。
最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。